ってことで、今日の授業はここまで。次の授業でテストするから、間違えた子はお仕置きだぞ。ぐえー、後で復習しなきゃ。あ、ねえねえミレイユちゃん、さっきのとこなんだけど。お、もう授業は終わったみてえだな。クラリスさんのご両親からカリオストロさんとクラリスさん宛てにお手紙が届いてますよ。お母様とお父様から？なんだろう。消え。うん、思ったよりも早く見つかったな。と、クラリス様、どうかなさいましたか？すごい顔をされていますが。いやー、それがさ、お母様がたまには家に帰ってこい、顔を見せろって。一応手紙はしょっちゅう送るようにしてるんだけど。それだけ愛されてるってことでしょ？いいことじゃない。そういうことなのかな？でもな、そうは言ってもな、帰ったら帰ったでおこごといっぱい言われそうだし。でも確かにそろそろ顔を見せても。はい、ということで予定変更。次の授業は課外授業で、突撃隣の錬金術師、嬉し恥ずかしクラリスちゃんのご実家訪問だぞ。な、何それ、なんで？カリオストロね、本を探すのをお願いしてて、それが見つかったんだって。ってことは師匠の用事のついでじゃん。だったらうちらは行かなくても。課外授業を取りやめるなら次の授業は予定通りになるけど、そんなにテストがしたいのかな？そうだった。ぐ。じゃあクラリスたちがご実家に帰ってる間、私たちは何か課題でも。課外授業はミレイユちゃんたちも、ついでに団長さんたちも強制参加だぞ。うもう決まったことみたいですね。観念いたしましょう。お帰りなさい、クラリス。それに団長さんやカイソも。と、二人は初めてだよね。ミレイエちゃんとリゼットちゃん、頼れる錬金術仲間だよ。ああ、この子たちがカイソからの手紙に書いてあった子たちか。何でも独学でホムンクルスを作ったとか。偶然作れただけよ。リゼット以外は成功しなかったもの。それに知識が足りなかったせいで。はい、ですので、いろいろとご教授願えればと思います。ええ、我が家で様々なことを学んでいくといいでしょう。我が家の書庫には様々な錬金術の文献が存在しています。あなたたちの望む知識が書かれた本も必ずあることでしょう。ありがとうございます。気にする必要はありません。そもそもこれはカイソからお願いされたことでもありますので。ってことは師匠、課外授業はうちの家の書庫で勉強しろってこと？いいえ、それだけではありません。
クラリスたちには私たちの授業を受けてもらいます。お父様とお母様の？なんで？これもカイソから頼まれたのです。自分以外の授業を受けることはあなたたちにとって良い刺激になると。ああ、私もどこまで教えられるかはわからないが全力を尽くさせてもらう。昔の嫌な記憶が蘇る。もう全部バラしちゃうなんて野暮ってやつだぞ。これは手厳しいな。ん？じゃあ結局オイラたちは何で呼ばれたんだ？それに関してはおいおいわかるかと思います。ん？ま、本を探してたのも事実でな。そういうわけだからあとは二人に任せたぜ。さて、とりあえず授業のスケジュールについてだが。その前にクラリス、少し話があります。ついてきなさい。何？うち怒られるようなことまだしてないと思うけど。お小言ではありません。いいから来なさい。なんだろう。お母様、それで話って？クラリス、団長さんとはどこまで関係が進みましたか？いきなり何言ってんの？その様子ですとキスすらしていませんね。うちだってキスくらい、その、まだですけども。っていうかお母様には関係ないじゃん。いいえ、大いに関係があります。いいですかクラリス、当主たるもの伴侶、近くで支えてくれる相手がいるべきです。当主となった以上、もはやあなたの恋愛事情はあなた一人のものではないのですよ。そりゃまあそうなんだろうけど、正面切って娘にそれ言う？親だから娘に言うのです。マナ娘の人生に幸多からんことを願って。あなたが心に決めた相手、それが団長さんなのでしょ？それは。その、お母様はいいの？うちの相手が団長でも。もちろんです。団長さんになら安心してあなたを任せられますから。それに私としましても、団長さんが義理の子供になるのはとても嬉しく思います。そっか。お母様はうちが団長のお嫁さんになるの認めてくれてるんだ。その顔、まさに恋する乙女といった感じですね。
師匠いないの？ほこりっぽい。こっちじゃなくて書斎の方の書庫にいるのかな。にしても金書庫なんて初めて来たかも。金書庫の本だけあって難しいことしか書いてない。あれ？でもこの本、錬金術の本じゃなくて日記？なんでこんなのが金書庫に？存在崩壊の可能性。過去に研究してた人がいたの？存在崩壊を使うことはできなかったみたいだけど、いろいろ書いてある。うちみたいなのが生まれることを予想してた人がいたんだ。使い方、制御方法とかも計算して予想されてる。これ参考になるかも。違う違う、師匠を探しに来たんだった。今日の授業はここまでです。何か質問はありますか？私は特にないわね。むしろ説明もわかりやすくてすごく勉強になったわ。そうですね。カリオストロ様とは教え方も考え方も違って新鮮でした。はあ、言われてみると確かになんか違ったような。クラリス、あなたという人は。ないわね。なら後で復習ついでに私とリゼットで教えてあげるわ。いいの？はい。それに誰かに教えるのも私たちの勉強になりますので。ありがとう。いやー、持つべきものは頼りになる友達ですな。クラリス、あなたは我が家の当主になったのですよ。ならば当主らしく勉学にも力を。ああ、待って待って、一応うちもいろいろ考えてはいましてですね。もしかするとうちちょっと成長できちゃったかもしんないんだよね。なるほど。その成長というのは？やってみせるからちょっとそこで見てて。あの本の通りに、ふわっとしてる存在崩壊の力を小さく収束させて。全然まとまらない。っていうか、むしろ膨らんでる？どうしよう、このままじゃ制御が。クラリスさん、なんだか苦しそうじゃないですか？どう見ても制御できてないわね。このままじゃ。ダメだ、暴走させたらみんなを巻き込んじゃう。もうこれ以上は。こうなったらもううちが盾になって。バカが、そこ動くなよ。師匠！
ち、その本で見て成長したとこ見せたくて。まあ、みんな暗い顔しすぎだぞ。見ての通り、カリオストロはピンピンしてるんだから。怪我とかはなかったみたいで、安心しました。ほんと、驚かすなよな。でも無事でよかったぜ。それよりも、クラリスちゃん、ちょっとこっちに来てくれる？はい。このバカが！あれはなんだ？お前は何をしようとしていた？俺様の授業を聞いてたなら、あんな力の使い方はしないはずだがな。その、これ、金書庫で見つけて。なるほどな。このやり方を試したわけか。うん。これなら、うちにも制御できるかなって思って。基礎理論を置いても、まずはお前の力について詳しく教えておくべきだったか。そんな、うちが勝手に焦ってただけで。監督不行き届きは教える側の問題だ。だから俺様にも責任がある。ごめんなさい、うちのせいで。暗い顔をするよりも、今は勉強あるのみだぞ。うん、みんなも本当にごめん。あの時勉強を見ていたのは私です。今回の件は私にも責任があります。カイソと危険にさらしてしまった皆さんにも心からの謝罪を。結果オーライなんだから、気にしすぎはねえだぞ。それじゃあカリオストロは少し休むから、あとはよろしくね。今のうちじゃまた誰かを傷つけちゃう。そんなの絶対に嫌だ。こんなこと二度と起こさないためにも、師匠の言う通りしっかり勉強しないと。
また失敗だ。なんでうまくできないんだろう。失敗？何が？おわー、びっくりした。ミレイユちゃん、リゼットちゃん、いるなら声かけてよ。すみません、集中していたようなので声をかけたら邪魔になるかと思い。それでキッチンで何してるわけ？しかもそんなにジュースを並べて。存在崩壊の制御の練習。ミックスジュースを使ってですか？うん、ちゃんと勉強しようと思って昔の授業のノートを見返してたんだ。その中に師匠が雑談交じりに言ったことをメモしてたのがあったんだけど、存在崩壊を使えばミックスジュースをリンゴジュースに変えることができるって。メモした時は正直どういうことかよく分かってなかったんだけど、ふと思いついてリンゴジュースだけが残るように混じってる果物を消していけば。最初は一つだけ、次は二つ一緒に。それを続けていけば存在崩壊の制御の練習になるんじゃないかって。なるほど、規模は小さくとも対象を捉える練習にはなりそうね。でも練習に使ったジュースを捨てるわけにもいかないし、全部飲んでたらお腹がタポタポで。とはいえめげるわけにもいかないし、今日はお夕飯入んないかも。そう、私に手伝えることはあまりないかもしれないけれど、せめて隣でこれくらいはさせて。私はあなたの頼れる友達なんでしょ？ミレイユちゃん。ところでこれすっごい味だったんだけど、どういう状況のジュースだったの？多分酸味とか甘みを存在崩壊させたやつで、そうなると何味だろう。直ちにお口直しをご用意いたしますので少々お待ちください。クラリス先生の錬金術講座存在崩壊編始まるよ。何よこれは。人に教えると自分の勉強の役に立つっていうもんね。そんなわけでミレイユちゃんたちは生徒の役をお願いね。それを聞いたんじゃないんだけど。まあいいわ。それで存在崩壊は厳密に言うと対象を壊してるわけじゃなくて、錬金術の原理を概念領域まで拡大して存在事象そのものを分解する力なんだって。クラリス先生、素人質問で恐縮ですが。あ、待って、その聞き方なんか怖い。ほう、いいわ、続けてリゼット。はい、先ほどおっしゃっていましたが、壊すと分解は何が違うのですか？結局のところどちらも同じ結果をもたらすと思うのですが。壊すと分解の違いはおそらくは外力の存在でしょうね。壊すというのは外から力をぶつけて対象を破壊すること、分解は対
象を構成する要素にバラしてしまうことよ。おお、ミレイユちゃん賢い。ちなみに制作という分野でも極めれば存在崩壊に近いことをできるみたいよ。全てを飲み込み滅ぼす黒い穴を作ることができるって。穴を作るの？穴を開けるんじゃなくて？大質量を圧縮させればできるって本に書いてあったから試してみたけど無理だったわ。後日先生に聞いてみたら質量と圧縮率が不足しているし根本的に技量が足りないって。ってことは師匠はその黒い穴を作れるのかな。そんなの使うの見たことないけど。カリオストロ様曰くすごく効率が悪い上威力が高すぎて使い勝手が悪いとおっしゃっていました。そうなんだ、さすが師匠。本当にね。それじゃあ気を取り直して授業の続きだ。ええ、お願いするわ。参考にさせてもらうから。え、ドカーンってするだけなのにそんなにいろいろ考えてるの？当たり前でしょ。じゃないと範囲とか威力とか調整できないじゃない。あのクラリス様、まさかですが。こう、あんまり深いことは考えずに勢いでドカーンと。だから制御ができないんじゃない？ですよね。あ、団長、ちょうどいいところに。クラリスにこの問題の解き方を教えてあげて。この問題なら団長もわかるでしょ。団長。クラリス、団長さんとはどこまで関係が進みましたか？え、やっぱりもうちょっと自分で考えてみる。どうしたの？喧嘩でもした？ちょっと用事があるんだ。それじゃあね。どうしたんだろうな、クラリスのやつ。まだ他の味が残ってる。でもだいぶリンゴだけに近くなってるかも。これってちゃんと勉強の成果が出てるってことだよね。よし、もっと頑張ろう。休憩。気持ちいい風。
こう、なんだか眠く。起きなさい、クラリス。風邪をひきますよ。もう朝？もうちょっと寝かせて。休憩がてら庭で休んでて、そのまま寝ちゃったんだ。っていうか団長、今うちに膝枕してなかった？私が頼んだのですよ。クラリスに膝枕をしてやってほしいと。お母様！なんでそんなこと頼んだの？団長にうちの寝顔見られちゃったじゃん！あなたがひどくうなされていたからですよ。なので少しでも幸せな夢を見られるように、休めるようにと思いお願いをしました。事実、膝枕されてからのあなたはうなされることなく幸せそうな顔で寝ていましたよ。きっと良い夢を見られたのでしょうね。それよりもクラリス、顔を洗ってきたらどうですか？よだれの跡が。そういうことは先に言ってよ！お母様のせいでひどい目にあった。あら、良い目の間違いではないのですか？それは…まあ良いでしょ。それでクラリス、勉強の方はどうなっていますか？ミレイユちゃんたちと一緒に勉強してるからか、前よりは制御できるようになったと思う。と言ってもまだ全然なんだけど。そうですか。どうしたの？そんな驚いた顔して。いえ、自信家のあなたがちゃんと自分の現状を理解し、その上でさらに努力しようとしている、そのことにとても驚きまして。その、これからはちゃんと勉強するし頑張ります。一緒に頑張りましょう。それで団長たちはうちに何か用？ええ、カイソから伝言を預かっていまして、それを伝えに来たのです。師匠から？なんて？まずは根を詰めすぎなので休息を取りなさいと。気持ちに余裕がある方がコツをつかめるということもありますし、少し休んでみてはどうですか？でも。団長さん、よければクラリスとデートをしてやってもらえませんか？
そうすればこの子も良い気分転換ができると思いますので。お母様、またすぐそういうこと言う。おや、嫌なのですか？以前もらった手紙には水着を着てデートをしたと書いてあったではないですか。それは確かにしたけど、でも今はその…煮え切らないですね。はぁ、仕方ありません。どうやらクラリスは団長さんとデートをしたくない様子。その代わりといってはなんですが、団長さん、私とデートをいたしませんか？ちょー！何？どういうこと？なんでそうなるの？というか、お父様がそんな言葉聞いたら泣いちゃうって。大丈夫ですよ。それに私もたまには若い人と遊んでみたいのです。その、私も年が年なので、さすがに水着は恥ずかしくて着られませんが、腕を組むぐらいは。そういうわけで、団長さん、いかがですか？ダメ！絶対にダメ！団長は、その、うちとデートするんだから！デートをしたいのでしたら、素直にそう言いなさい。まさか、さっきの。冗談に決まっています。私には夫がいるのですよ。それに、娘の思い人に手を出すつもりはありません。では団長さん、この子のことよろしくお願いしますね。あ、それと手を出してもいいですよ。私が許可します。お母様！では私は先に戻っていますね。団長、さっきのは。服はいつも通りでいいかな。気合い入れすぎって思われるのも嫌だし。今日ちゃんとデートできるかな。お母様のあの言葉のせいで最近団長のことを今まで以上に意識しちゃってるし、うまく話せなかったらどうしよう。それどころか嫌われたりしたら。あ、団長。クラリス、団長さんとはどこまで関係が進みましたか？団長、クラリスに手を出すなどと私は許可していないからな。ちょ、お父様、いきなり何言ってんの？そうですよ、あなた、むしろ手を出してもらわないと。で、
お父様もお母様も変なこと言わないで。行こう団長、せっかくのデートの時間がもったいないもん。何か話さないと。でも何を話せばいいんだろう。うち今まで団長とどんな話してたっけ。っていうか団長と手つないだままじゃん。でも今さら話すのも変だよね。うちも話したくないし。これからどこへ行こっか。団長は行きたいとこある？じゃあさ、喫茶店にでも行って一休みしない？ずっと歩きっぱなしだしさ。お待たせしました。当店特製のパフェになります。ではごゆっくりどうぞ。どうしよう、会話が思いつかない。何話せばいいんだろう。むしろすごく嬉しいし。でも今はそのお母様のせいで団長のことをすごく意識しちゃってて。あのね、この間お母様に言われたんだ。伴侶を探しなさいって。それでその相手に団長はどうだって。だからつい団長がうちの伴侶になった時のことを想像しちゃって。そうしたら団長のことをすごく意識しちゃってさ。それでうまく話せなかったんだ。ごめん、変な勘違いさせて。でもね、これだけは覚えておいてほしいんだけど、うちが団長のこと嫌いになるなんて絶対にないから。だってうち団長のこと今いい流れだよね。今なら水着の時に届けられなかったあの言葉を言ってもすのら猫かな。でも随分と人懐っこいような。こら、お客様に乗っちゃダメって言ったでしょ。
この猫、このお店の猫？あ、いえ、このお店の猫ではなく、この周辺の地域猫でして。気に入ったお客様を見つけては、このように膝に飛び乗って甘えるんです。すぐに連れて行きますので、もう少しお待ちください。そうですか。その、もし迷惑なら言ってくださいね。猫に団長を取られた。せっかくチャンスだったのに。そういえば水着の時も効果に邪魔されたっけ。なんでこんなにいつもタイミングが悪いんだろう。いいな、うちも団長にあんな風に構われたいな。うちだって誰もいない場所でならあんな風に甘えて。って違う、猫は猫だから。猫に嫉妬したなんてバレたら絶対師匠に笑われる。でもせっかくのデートなんだし、団長ももう少しうちのことを構ってくれても。とりあえずパフェ食べよう。甘いものはうちを癒してくれるし。ごちそうさま。だからあんとかできるかなって思ってパフェを頼んだのに。なのに一人で全部食べちゃった。せっかくのデートなのに失敗ばかり。なんでこうなるの。穴があるなら入り。ちなみに制作という分野でも極めれば存在崩壊に近いことをできるみたいよ。すべてを飲み込み滅ぼす黒い穴を作ることができるって。うちだって誰もいない場所でならあんな風に甘えて。アイデア思いついた。ありがとう団長。それとごめん、うちちょっと帰って実験する。だからほんとごめん。その代わり次のデートはうちがちゃんと誘うから。猫にも絶対負けないから。それじゃ家に帰ろう。
師匠。授業の前にちょっと見てほしいものがあるんだけど。珍しい。なになに？サプライズならいつでも歓迎だぞ。サプライズじゃないんだけど、自分なりの力の使い方を見つけたんだ。だから師匠に見てほしくて。その様子ならもう間違いはねえな。うん、自分でちゃんと理解してるし絶対に大丈夫。じゃあ今日は授業じゃなくてクラリスちゃんとミレイユちゃんたちで模擬戦をしよっか。模擬戦望むところだわ。課外授業を始めてからの成長、カリオストロに見せてちょうだい。それでは準備はいいですか？では始め。やるわよリゼット。はいミレイユ、あなたと共に。悪くない連携だよ。さてさて、それでクラリスちゃんは？クラリス様、行きます。行くよ、うちの新技。まるっとまとめてドカーンだ。すげえ数を一瞬で。それに力が外に漏れ出てません。今までのクラリスさんなら全部してたのに。存在崩壊の力で構成した結界と中で展開させた存在崩壊、その2つをぶつけて相殺させることで力が外に漏れないようにしたのか。ですがそれを行うには精密な力の制御が必要なはず。あの子にはそんなこと。まだ終わってないわ。ミレイユちゃんたちのとっておき、うちも負けないかんね。出し惜しみはなしだよ。これがうちのとっておきだ。Go!
体。うわ、吸い込まれ。Bさん、捕まってください。これって、ミレイユ、私に捕まってください。と、こんなところかな。そこまでです。それでカイソ、いかがでしたか、彼女たちの成長は。三人とも上出来だぞ。文句なしに花丸あげちゃう。ありがとうございます。よかったですね、ミレイユ。それにしても驚いたわ。クラリスがあそこまで存在崩壊を使いこなせるようになってるなんて。あの、クラリス様、最後のあの穴、あれはミレイユが以前話していた黒い穴ですか？多分、いや違うかもしんないけど、とにかく何でも吸い込む穴だよ。わからないですか？その自分の意思であの穴を作っていらっしゃるのですよね。ちゃんと制御はできてるし、何が起きるかは分かってるんだけど、名前はわからないというか。ったく、相変わらずだな。あ、そういえば師匠はあの黒い穴のこと知ってるんだっけ。ミレイユちゃんが師匠なら作れるって言ってたし。黒い穴？ああ、あれはお前らが作れるようなもんじゃねえ。お前は存在崩壊の力で空間に穴を開けてるんだよ。物が吸い込まれるのは水槽に開いた穴から水が漏れ出ていくようなもんだな。どういうこと？とりあえず、とんでもないことだぞ。制御できてても、むやみに使っちゃ、目だからね。それにしても、よくこんな方法を思いつきましたね。一つ目のは、団長と二人きりになりたい。うちだけを見てほしいなって。そこから思いついて。二つ目のは、デートの時にやけ食いした空のパフェの器と、ミレイユちゃんの話からアイデアを思いついて。それで、いろいろと試してみたら、できた。つまり、嫉妬から思いついたわけですか。呆れたというか、なんというか。いいじゃん、うまくいったんだから。ごめん、団長、いきなり呼び出して。そのね、ちょっと聞きたいことがあって。団長はさ、
この旅が終わったらどうするの？その、さ、何も考えてないなら、うちをそばで支えてくれると嬉しいんだけど。その、前話したよね、うちの伴侶のこと。団長さえよかったら、うち、お母様にお父様、師匠も、なんでっていうか、いつから。ごめん、カリオストロたちはすぐに立ち去るから続きよう。できるわけないでしょ。